2016年7月、歌舞伎座。楽屋では勘九郎の次男範之がお昼寝。おはようございます。1ヶ月後の8月公演で初めて歌舞伎座に出演します。しかし正式に初舞台と呼ぶのは半年後の歌舞伎座公演。その時初めて中村長三郎という歌舞伎俳優の名前となって舞台に立つからです。今回の8月公演は本名である波野範之で出演。初舞台に立つ前に歌舞伎座を経験しておくことはとても重要。できますか？ところが、お帽子かぶります。かぶります。大丈夫、嬢ちゃんが参加できる。読みながらね。範之、できる？できる？この日は頭合わせといって、カツラの土台となる台金を作る日なんです。なんで嫌なの分かるの？これはノリ、もしか見れるか。これ映像一生使われるよ。一生使われるよ。こちらが台金と呼ばれるカツラの土台となる金具。頭にぴったり合うように調整します。きつければ痛くなり、緩すぎるとずれてしまいます。どうしもどうでしょうか。どう、痛くない？ぶつかってるとこない？かゆいだけ。なんとか合わせ終えたのですが、これが後々大騒動の火種に。8月4日本番5日前、いよいよ歌舞伎座で稽古。お兄ちゃんも付き添いに来ました。不敵な笑み。稽古が始まりました。自分の出番を待つ範之。しかしじっとしていられません。するとお兄ちゃんが、演目は舞踊劇の名作土蜘蛛。源頼光の妖怪退治伝説をベースにした物語です。範之の役は皆を驚かせようと面をかぶり、石神の像のふりをする武家の子供。まずは石神の像だと思い込んでいる2人に運ばれます。おもむろに弓矢を取り出し脅かして、面が外れると決め台詞です。このくらいは朝飯前。ところが順調だったのは稽古初日だけ。2日目になると面をかぶるのを急に嫌がり始めました。無理やりつけられましたが、もう気になって気になって、どうやらかゆいみたい。そして稽古3日目、今日は衣装をつけて稽古をするんですが、ぐずぐずして着ようとしません。そろそろ落ちますよ、雷が。範之さん、ダメ。今日お衣装着るんですよ。範之、きちっと立ちなさい、はい。そして頭合わせをしたカツラを初めてかぶります。先日サイズをしっかり合わせましたが、どう？
大丈夫。痛い。痛い。どこ痛い？どこ痛い？ここ。どこ？ちょっときついようです。そこでさらに細かく調整。よし。ズボン痛いね。あ、痛い痛い。あ、大丈夫。大丈夫。かっこいい。かっこいい。痛くないでしょ。わかった、ノリ、ノリ聞いて、これ被んないとできないで、俺見てごらん、ノリちゃん、鏡見てごらん、ほら、どう？おまじしたい。わかった、わかった、わかった。でも、これを被らないと、お舞台出られないんですよ。そうだ、ノリ、おまじしたい。ノリ、ノリ、ちゃんとお父ちゃんも聞いて、おまじしたい。おまじしたい。まだ3歳、はい、無理もありません。最高最高ね、終わったらノリノリ、お前こんな泣いてたらおかしいよ。時間が来てしまいました。七之助おじじも心配そう。お面をつけてなんとか出番を迎えましたが、神と三石は小勝負と四郎め。セリフはちゃんと言えました。やはり最大の課題はカツラのようです。初日前日、口閉じてお目目つぶって。3歳の範之、初めてのおしろい。口閉じないと入っちゃうよ。大丈夫大丈夫大丈夫、まだもう終わるから。食べちゃダメだよ。はい、トントン。あ、トントンしなきゃ、トントンしなきゃ。できる、自分でやるんでしょ。早くしないとボロボロになっちゃうよ。そう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 、トン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 。まあまあまあ、自分でやんなきゃ。よく頑張りました。なんだか今日はとってもお利口と思ったら、あー、顔は立てない。頭だけね。皆が弟ばかり構うので、今度はお兄ちゃんの直也が。顔はお顔してること忘れちゃダメ。お顔してること忘れちゃダメ。お兄ちゃんも降りてあげないと。お兄ちゃんが羨ましがるから降りてあげて。さあ、問題のカツラ。いつもここでつまずいてきましたが、鏡で自ら鏡でチェック。かっこいい。満足したようです。しかし、おはようございます。ここ毛が痒い。早速痒い問題勃発。さらに舞台稽古では、セリフはまだ。神と三石は小勝負と四郎め。それ四郎めと勝負なめ。タイミングを間違え、声も小さめ。まだ3歳、舞台に出る方も
出す方も大変です。